に来る攻略専門の人たちも武器や防具の強化で必死だったもの。私もこのステージを攻略するために街でパーティーを募る人たちをたくさん見かけました。私たちもうまく連携していかないと、あっという間にピンチに追い込まれそう。そうね。で、言ってるそばからまたモンスターよ。塞いでいるみたい。ここは戦うしかなさそうね。門番ってやつだな。そこらの雑魚とは強さも違うはずだ。みんな準備はいいか？任せて、いつでも OK よ。よし、行きましょう。Thank you.
ったです。ほんと、お客さんが装備強化に必死なのもうなずけるわ。あい、でもこれで先に進めます。ああ、みんなお疲れ様。プレミア、どうした？とても強い相手でした。なのでティアのことが心配になりました。もしここにティアがいるとしたら、一人で戦い抜くのは至難だものね。でもあの子って戦闘に関してはかなりの実力を持っているんでしょ？彼女と戦ったことがあるけど、実力があるというのは間違いないよ。それがジェネシスに教え込まれたっていうのが腑に落ちないけど。なるほど、少し安心しました。ジェネシス、あの人がティアちゃんに与えた影響っていろいろあるよね。それによってもともとプレミアちゃんと同じ境遇だったティアちゃんは違う道をたどった。結果的に人は不要だなんて気持ちにまで至ったのよね。でもそれって別の見方をすると、自分の求めたものに対して人が妨げるような行為をしたとも取れない？どういうことですか？うまく言えないけど、単純な破壊衝動じゃなくて、何かを守りたかったけど人に邪魔されたっていうのかしら。ジェネシスを守りたかったってことでしょうか。でもそれも何か違う気がしますね。なんだろう。前にも話したけど、ジェネシスは面白半分でこのゲームの世界を破壊しようとしたとは思えないんだ。違法な行為をしてまで強さに固執していたのは、あいつも何かを守ろうとしていたからかもしれない。ジェネシスがアインクラッドを創生させて世界を壊そうとしたのも、強さを誇示したかったからかしら。おそらくはそうじゃないかと思う。プライドかな。自己主張をすることで自分の居場所を守りたかったのかも。ティアにもそうした思いがあったのかもしれないわね。ティアちゃんの居場所か。行くぞ！今よ！
します。